埼玉市浦和区、元太付近埼玉県道65号埼玉、札手線は、埼玉県埼玉市浦和区高砂の浦和駅、西口交差点から、道県札手市内国府間の内国府間、交差点までを結ぶ埼玉県の県道である。埼玉市浦和区高砂から、北、浦和までは、江戸時代の五街道の一つである中線道、埼玉市見沼区東宮下から、 サッ市南までは同じく五街道の一つである。日光街道の脇王館、日光おなり街道、サッ市南から内国府間までは日光街道の道筋である。もともとは岩月市からサッテ市までの区間の路線で埼玉県道65号岩月サッ線という名称であったが2005年4月に岩月市が埼玉市に編入合併されたことを機に、 路線名の氏名が同じとなる埼玉県道64号埼玉岩月線を吸収する形で埼玉市浦和区から同市岩月区までの区間が延伸された。そのため現在埼玉県道64号は欠番になっている。なお、本堂の起点から埼玉県埼玉市岩月区角くの国道122号との交点角く南交差点までが 旧埼玉県道64号埼玉岩月線の区間であり、埼玉県埼玉市岩月区、本町の国道122号との交点、本町交差点から本道の終点までが旧埼玉県道65号岩月さって線の区間である。旧中山道である起点の浦和駅、西口交差点から北浦和東口交差点までは歩道、 自転車レーン整備の都市計画が決定されており、現在起点から中町交差点、浦和橋から北浦和東口交差点までの整備が完了している。2022年までに浦和橋から中町交差点の工事が完了する見込みである。また、2015年からは浦和駅西口交差点から中町交差点までの微層化が行われている。 南埼玉郡宮代町の西区目建築内は、速度違反取締り重点区間である。杉図書は、取締り重点区間に選定した理由を、実生速度が高く、重大事故の発生が懸念されるとともに、通過交通が多く、取締りの波及効果が高いためとしている。また、7月には新浦和教会なんで浦和祭りが、開催される。旧中仙道添いの中町公園に、 浦和塾本陣跡があり、1972年4月19日に浦和市指定史跡となった。ここに中仙道69時のうち日本橋から数えて3番目の宿場である浦和塾の本陣があった。また、本陣の表門は埼玉市緑区大牧に移築され、1959年3月31日に浦和市指定有形文化財となった。 日光成海街道の道筋を踏襲している区間の沿道には、白岡市と北勝鹿郡杉戸町に一律化が現存し、杉並木や松並木もわずかながら現存する。ありがとうございます。